トバナナ。バナこぼした後、バナオさんの吹くときにすっごいニヤニヤしてたじゃないね。はい、あのニヤニヤはすっごい気持ち悪かったです。だから花江さんはペナルティでバナオさんにお茶を持っていくのは1週間禁止。1週間厳しくない？初犯だし執行猶予つくんじゃない？ってことはやっぱりわざとだったんですね。あ、ちょうどよかった。そのお茶僕がもらってもいいですか？は？ダメに決まってるでしょ。いいじゃないですか。実は今日僕誕生日なんですよ。だからプレゼントのつもりで。知らないわよ。これはバナオさんのために入れたお茶なんですから。あなたは蛇口から水でも飲んでなさいよ。ゴー。なんだよバナオ先輩ばっかり。僕だってかっこいいとこあるのに。ん？はあ、届かない。これかい。ああ、ありがとうございバナオさん。はい、これ。これ僕からのイエローカード。ダメだよ、女の子が危険なことしちゃ。今度から高いところの書類を取るときは僕を呼んでね。はい。また危険なことをしてたら次はレッドカードかもよ。あ、ありがとうございます。なるほど、あれくらいなら僕にだってできるはずだ。部長、待っていてください。僕が今助けますからね。部長だ。何をやってるんだ君は。すいません。どんまい、今夜仕事終わりに飲みに行こうか。バナオ先輩、こんばんは。誕生日おめでとう。バナオくんが仕切ってくれたんだよ。バナオ先輩が。マイク、おめでとう。これからも僕をサポートしてね。